リズミカルな曲なんですが、中身はですね、結構悲しい曲というか、辛い曲というか、彼女が、あ、私ダイヤモンド欲しいわって言ったら、よし、俺が取ってきたるって言って銀行強盗に彼氏が入ってしまってですね、で、捕まってしまって、で、保守権があるという、中身結構ハードなんですけども、ノリのいい曲なんで皆さん楽しんでください。ベティ&デュプリ、1、2、3。